さんこんにちは、さえぐさこころです。今回はイベントのお知らせになります。なんと今回リクシルさん主催で6月29日に堀琴音プロのファンイベントがあります。すごいですね、ファンイベントです。実はなんと私今回ゲストで参加させていただきます。なんとイベントではトークショー、堀琴音プロとのゲーム対決、堀プロのグッズ抽選会を予定しています。ゲームって言ったらまあパターとかアプローチとかなのかな、まあそういうゲーム対決ですね。で、ホリプロのグッズといえば、まあ、ボールだったりバイザーだったりきっとそういうものが皆さんに当たるんではないかと思います。もしかしたらこの動画にコメントしていただいたものからトークショーで質問できるかもしれないので、皆さんホリコトネプロに関する質問ですね、質問をどしどしこの YouTube のコメント欄に書いてください。私が質問する、または司会者の方が質問することになると思います。で、場所はですね、新宿にあるリクシルショールーム東京、時間は19時から20時半まで行います。応募や詳細が気になる方は概要欄の URL ビビ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 この辺にありますからご確認ください。なんとイベントは抽選で100名、たくさんのご応募お待ちしています。バイバイと言いたいとこですが、まあこれではちょっと短いので、ちょっと堀琴音プロについて少しお話ししたいと思います。なんとですね、私は実は堀琴音プロとラウンドしたことがあります。これはね、さっきパソコンで見たのね、2016年の9月17日マンシングウェアレディース東海クラシックのプロアマに堀琴音プロとラウンドさせてもらいました。はい、堀琴音プロと実はその時お会いするのが初めてで、もう初めて見た印象は、うわスタイルいいみたいな、顔もちっちゃくて、で私と背丈も同じで、すごくなんかこうなんかすごく親近感があるみたいな感じを勝手に持っちゃったんですが、はい、実は4人でね、その日はプロアマなのでラウンドしたんですが、まあ、ハンデとかがあって4人で出したチームスコアがなんと確か18アンダーが16アンダーかな。はい、でも本当に頑張って、みんなで本当に力を合わせて、これはもしかしたら優勝したんじゃないかで、結果なんと1打差でですよ、優勝いたしました。なのですごくこう思い出深いことと言いますか、私も初めてプロアマで優勝したので、あーなんかあの時の堀琴音ちゃんと久々に会えるなんてちょっと楽しみだなーなんて今思ってます。で本当にスイングもかっこよくて、まあ、トップからの切り返しですね、この切り返しがもう本当に引きつける、縦に上げてグンとこう、この落下がすごい印象的でした。このね、あ、こっちだけどね、こっちのね、こう縦に上げてグンっていうこの落下がもうすごく印象に残ってます。さらに印象に残ってるというか、まあ、笑顔を絶やさない、もうずっとニコニコ笑っているのがすごく印象でしたね。でその時にね、私なんかインタビューしてて、得意なクラブはなんとショートアイアンだそうです。まあ確かにもう常にこうピンベタベタと寄せてくれて、でプロのバーディーはハンデとかないので本当のバーディーしかなくて、ここぞという時に常にバーディーを決めてくれたのを今でも覚えてます。本当に結構な下りのロングパットとかも入れてもらって、いや本当すごいすごいなって思いながら一緒に回ってたの覚えてます。そんな堀琴音プロとのイベントなんですが、どんなことを喋ろうかななんて今から緊張しています。本当に100名の方限定で抽選なので、皆さんどしどしご応募ください。はい、一緒にイベント盛り上げましょう。では次回の動画も楽しみにしててください。コメントお待ちしています。本当に最後です。バイバーイ。